してここは海辺になるんだね。と、すごいすごいすごい、泳いでる人とフローゼルがいる、気になる気になるけど今のところはいけない。と、きっとこの二人ともバトルになるのかなと思いつつ思いつつこんなところが通れるので、今ね体力みんないっぱいなので戦っていきましょう。えへへ、私もポケモンできるよと言われまして、あなたは浮き輪ガールのまつりちゃんが勝負を仕掛けてきた。ビーガルが出てくる。すごいね、浮き輪めちゃくちゃ大きく感じる。ではではミントちゃんが出てきてくれたので、ミントちゃんはギガドレインで戦っていけるかな、大丈夫かな。どうも、よし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 。ビーダルはね、水タイプが入ってるのでギガドレイン効果抜群でいい感じです。経験値ももらいました。負けたらお腹空いちゃったなんか食べてね。ね、こう海とかね行くとね、すごいお腹減るよね。体力使うんだろうな。アナ君もアイスみたい、食べたいなーと言ってくれました。ねえ、いいでしょこの浮き輪と言われまして、あなたはじゃあ浮き輪ボーイということなのかしら。浮き輪ボーイだったスグル君が勝負を仕掛けてきました。からなくしは、ガチは青いからなくしね。今もう東側にいるとかっていうことなんだろうね。東の海みたいな。ミントちゃんも周りの景色を楽しんでくれております。海のところのね、出身じゃないもんね、つぼみ時代ねとか言いつつ、からなくしにもギガドレインで戦っていけました。そして、同じくからなくしが出てくるのはまた青い子かな。青い子だ青い子、もしかして赤い子持ってるってさ、赤い子青い子、赤い子青い子みたいになるかなって思ったけど、そうではないのかな。でも次の子はどうだろう。でもこの感じだったら同じく青いからなくしかな。トリトドンの可能性もあるっちゃあるけど、あ、からなくしだったので、このまま戦っていきましょう。あ、赤い子だ青い子赤い子だった。じゃあ、あれかな、旅行に行った時に捕まえてきたとかっていうことなのかな。こう西の海に行った時みたいな感じなのかな。それとも西から流れ着いたのかな、このカラナクシちゃんが。あ、どうなんだろうちょっと出身が気になる。浮き輪を持ってて、うまく動けなかったんだもん。そうなのね。地団駄踏むの可愛いんだけれども。どうしたんだろう。あ、そうだ、サー君が進化しようとしてくれておりますので、キャンセルしていきましょう。いつもごめんよ。僕の浮きはお母さんが膨らませてくれたのと言ってくれておりまして、ここと折れるので行ってみましょう。この人とはバトルになりそうだね。こっちの人ともバトルになりそうだね。このお家みたいなところまず入ってみましょう。足跡博士の家、足跡は全てを語るだって。行ってみましょう。普通のお兄さん。ポケモンというのは足跡を見てみれば何を考えているかなんてすぐわかるのです。ほう、信じられませんか。ならば君のロゼリアをここで歩かせてごらんなさい。その足跡から気持ちを私が読み取ってみせましょう。だってミントちゃん、ポケモンと人間の間に友情が生まれるって言ったら、ロゼリアの仲間たちは信じてくれるかな。でもメイとミントを見ればすぐにわかるよ。だってミントたち親友だもんね。かわいいかわいいとロゼリアはこのように考えておりますな。それにしてもロゼリアとあなたはいい感じです。これを差し上げましょう。足跡リボンをもらいました。嬉しいじゃあこれはきっと一番前に出てくれている子が見てもらえるということなんだね。ここはシアン君も見てもらわなきゃいけないでしょう。私のね、一番初期からの相棒よ。またポケモンの気持ちが知りたくなったのですな。ならば君のポッチャマをここで歩かせてごらんなさい。同じだね。ポケモンと人間の間に友情が生まれるって言ったら、ポッチャマの仲間たちは信じてくれるポチャー。でも、メイとシアンを見ればすぐにわかるよー。
シアンたち親友だもんねーと言ってくれまして、同じくだね、リボンをもらえました。嬉しい。これ嬉しいな。みんなしたいけど、まだね、日の浅い子とかもいるから、このぐらいにしておきましょう。待って、ぽっちゃまのお話は聞いたのよ。ありがとう。では、続きまして、ここはちょっと通れそうな道が、あるのが気になるな。岩砕きを使ってみましょう。あ、ビッパだ。ビッパが来てくれました。で、来てくれたけど、ここに来れるだけで、このこっち、上側とか、この端っことかはいけないんだね。ここで大人なお姉さんがいらっしゃって、バトル、どんどんバトルになりそうだね。こっちはいけない。避けられなかった。お姉さんが大人のポケモンテクニック見せちゃう。と、おっしゃっておりますが、水タイプとかなのかな、この海辺だし。どうなんだろう。ニャルマーが出てきました。大人のお姉さん、ルミコさん。ニャルマーって全然出会えてないね。あ、ポインポインしてる、かわいい。心が通じ合ってる。あ、そっかそっか。さっき足跡を見てもらったから、一番前にシアンくんが出てきてくれたね。ツバメ返しが来てしまったけれども、全然大丈夫さ。ダブル光線で戦っていきましょう。よし、なかなかいい感じじゃないかな。で、結構レベルが、こちらのね、レベルが上がってきて、バトルが楽になってきました。貝殻の鈴で少し回復。そんな攻撃しちゃうの？しちゃいました。では、もう見かけによらずすごいんだからとお褒めにいただいたところで、あ、またビッパが手伝ってくれたのかな。あざましの40ツバメ返しを見つけました。そしてこの人ともバトルになりそうだよね。なりそうな顔してる。この崖の上に何かある。僕の勘がそう言うけど、どうやって登ればいいんだ。バトルではなかった。これはね、ロッククライムができないといけないから、今のところはできないかなぁと、木の実が生えているので、また取っていきましょう。ので全部お水をあげておきましょう。よしよし、これでまた木の実が取れるね。そしてここに入ると、のもせ来たかな、まだかな。トバリシティからここまですごく遠かった。砂浜を歩くと足跡が残る。それが嬉しいのは人だけでなくポケモンも同じようだなと言ってくれまして、ノーモセシティやってきました。よかったよかった。まだね、釣り人とのバトルとかは残っておりますが、まあ、とりあえずはノーモセシティに着きました。イライラしてる下っ端さんが、なんだお前、ジムバッジを3つしか持っていないお子様が我々銀河団の邪魔をするんじゃないぜ。さっきトバリから届いた物、さてどこで使おうかな。そう、これは銀河団の素敵な作戦だぜ。何か悪だくみの予感がしますが、ノモセシティを探索するのはまたにしまして、ジムもあるね、またにしまして、まずはここでみんなを回復させてレポートを書いておきましょう。ピンピンリカピン、久々にポケモンセンターで回復した気がします。ではね、レポートも書いておきましょう。さて、レポートができたので、ノモセシティの探索から行ってみましょう。ノモセの大湿原は、大昔海だった場所から水がなくなってできたの。だから、ここにしかいない珍しいポケモンもいるんですって。だって、ちょっと紫色の子がね、まだ出会えてないから、そこに期待しちゃうな。あなたは？大湿原は広い。どれぐらい広いかというと、展望台から見ればその広さがわかるよー。だって、それはちょっと後ほど行けたら行きたいな。そしてあなたは？ポケモンがレベルアップで技を覚えるまで進化させない育て方もあるんですって。そうだよね。
まあ今のところしておりませんが、あなたは？野瀬ジムのジムリーダーはな、とにかくすごいんだよ。うまく説明できないな。挑戦したらわかるよ。ここのね、ジムリーダーのタイプ、まず気になるところだけれども、先にこっちに行ってみましょう。あなたは？大湿原の中では、湿原列車という乗り物を利用しているのです。これは大湿原を荒らさないためなのです。コタクは？くわかわいい。なんだけど、もう大湿原って行ったことあるかな？私、全く行ったことないかもしれないぐらいの勢いなんだよね。そしてそしてジムリーダーの感じを見たいんだけど、水タイプかな？パッと見水タイプみたいな感じだけどな。ここのジムリーダーマキシさん、いやマキシマム仮面は水タイプの使い手。水タイプのポケモンに炎や地面タイプで戦うのはいい度胸と言えるだろうな。そのあたりはお前に任せるぜ。じゃあいいファイトよろしくなと言ってくれましたので、今回のジム戦はミントちゃんを中心に戦うことになるかななんて思いつつもうちょっと探索していきましょう。これはここは野瀬シティ、大湿原と生きる街。すごいね、ここものどかな感じで好き。ところでさ、この大湿原とさ、野瀬ってすごく言いにくいの、私だけかな。大湿原で秘伝技の技マシンをあげるって人がいたけど、おいら断っちゃった。なんで？だって霧払いならジムリーダーがしてくれるからよーって。なるほど、ね、じゃあここで霧払いが手に入るということだね。俺の立っているここがこの街のど真ん中なんだ。いいな。こっちにもじゃあいっぱい広がってるっていうことだね。あなたはポケモン屋敷に行ったことある？主人の浦山さん、珍しいポケモンを自慢するよー。だって、野瀬の大湿原はサファリゲームができます。どっちも気になるところだけど、このお家も入ってみましょう。あなたは？みんな僕のことをポケモン技マニアと呼ぶよ。ポケモンが成長して覚える技を全て知ってるし、その技をポケモンに教えることだってできちゃうんだ。もしハートの鱗をくれたら知ってる技を教えてあげる。覚えさせたい技があったらハートの鱗を持ってきて。だそうです。今のところはねまだ大丈夫だけど、四天王戦あたりになったらね必要になるかもしれない。あっちにピッピが見えるけれども、ここに先に入ってみましょう。あなたは？なあなあ、ミノムッチってポケモンいろんな姿があるじゃん。お前いろんな姿のミノムッチ全部持ってる？なんだよ、一匹もいないぞ。お前ミノムッチ嫌い？ムニムニっとして可愛いだろう。嫌いなわけじゃないんだけど、まだ全然出会えてないんだよ。ふむ、ミノムッチというポケモンは育つ環境で人は変わるということを教えてくれているようだの。ミノムッチから学ぶ深い話みたいになってしまった。そしてカツナピッピは？ピッピーかわいい。ピッピの鳴き声本当にかわいい。大湿原があるから夏でもあまり暑くならない水ポケモンにはいい街だなーって。あ、そうか、大湿原だもんね。あなたは？大湿原にだけにいる珍しいポケモンを調べているよー。今日はちょっと後ほど本当にゆっくり回りたいなー。あなたは？私ね、散歩をしては新大地方のあちこちに木の実を植えるのが好き。あなたにも木の実あげるからどんどん植えていってねーと言ってもらってよろぎの実をもらいました。あなたは？姉さん毎日木の実集めてるからまた来てね。でね、木の実で料理するの、混ぜ混ぜするの、美味しいの。かわいいなポフィンとか作らなきゃいけない。こっちは212番道路。ここなんか入れるところがあるけど、なんだろう何かある？あ、サン君に話しかけちゃった。わーっとあくびをし、かわいいな。だけど、なんかこうちょっとお水が跳ねてるね。水たまりになってる。ここ何なんだろう。とか言っておりますが、これで一応ぐるっと回るだけ回れたかな。あ、木の実をまだ植え替えていないので植え替えていきましょう。これでまた育ってくれるかな。とても喜んでいるようだ。よしよし。そ
して、ここなんかこう微妙に通りにくくなってるの何なんだろうね。多分こっちだよね。ここのことだよね。大湿原ってね。違うかな。あ、大湿原展望台ゲートと言われているので入ってみましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。